はい、どうも、チーです。おーす。はい、本日もスーパーハイパーウルトラスペシャルゲストに来ていただきました。おーす。ありがとうございます。おーす。これしか言わない。で、今回はですね、赤毛さんに来ていただいたので、部活動でよくやる練習メニューで意識するポイントを赤毛流にちょっとお答えしていただきながら、この動画を作っていきたいなと思います。じゃあ部活でやるっていうことです。みんなショートランダしてボレーボレーしてランダーまでか、まあ、定番ですよ、はい、定番のその練習メニューを、はい、ちょっと赤毛さん流に意識してるポイント。なるほど、はい、みんなもできるように。そうですね、やっていきましょうか。この動画を通して意識が高くなればいいなということで、はい、そうですね、はい、この動画作っていきたいと思います。はい、はい、それでは参りましょう。レッツゴー。ショートランダで僕が意識してて皆さんにもぜひ意識してほしいなっていうのは、まず一つはスプリットステップをしっかり踏んでいくっていうことですね。ちょっと脱線しますけど、みんなじゃあ部活始まーす時に、まあ、ウォーミングアップしてショートランダから始める派とボレーボレーから始める派いると思うんですけど、僕はショートランダからの方がおすすめします。運動量がね、やっぱボレーボレーに比べると少ないので、ショートランダでしっかり体を動かしながら始めてほしいなと思います。で、まあ、ショートランダー一つ目意識してほしいのがスプリットステップ。しっかり相手のインパクトに合わせて自分がこう着地してリズムよくこう動けるように、スプリットステップかなり意識してます。で、もう一個が、フォアとバックの比率で、やっぱりね、フォアの方が回数多くなると思うんですけど、できるだけフォアとバック交互に打つぐらいの気持ちでいると自然とね、例えば全部こう正面に来ても自分がこう動けば、左に動けばフォアになるし右に動けばバックになるんで、自分で動くっていうのも兼ねて、あとフォアとバックの、練習もしていかないといけないので、できるだけ同じ比率で打てるように意識してます。で、最後もう一個が、三つ目が、基本ストロークっていうのは前の足でこうこうやって打つもんだと思うんですけど、今の見てもらうと分かるんですけど、僕全部後ろ足でこうこっちの足でこうやって回って打ってたんですね。オープンというよりは回転のこうやって体回転する軸が前じゃなくて後ろ足でこう打ってた、ちょっと公式みたいな感じで打ってたと思うんですけど、後ろ足で打つとラケットがこう縦になってこう優しいボールが飛びやすいので、やっぱこうやって左足踏み込むとロケット横になってしまってこう飛びすぎたりとか結構軌道低くなってしまうので、後ろ足でこう回転する感じ、まあ、バックもできればこうですね、こうあんまりこういかないように左足こう踏み込んで打たないように、まあ、それで打てれば一番いいんです。まあ、最初は難しいんで後ろ足で打つようにしてます。スクール生の中でもいるんですけど、こうボールがこうふわっと上がんない子がいて、やっぱドーンドーンみたいな、ネットかオーバーかみたいな子がやっぱいるんで、そういう子はちょっと当たるときに例えば左足で乗るにしてもバーンっていかないで、ちょっとフワッと自分の体をフッと上げるとボールとこう、こういう感じで接触してふわっと上がって落ちてくれるんで、普通ね、あんまりよろしくないんですけど、こうパーンっていくべきなんですけど、ちょっと距離調節する際にはこう
自分の体でこうふっと持ち上げて、わざとこうジャストインパクトさせないでボールを収めるのはね結構意識してます。あのショートクロスとか試合中に打つときにキャッて打つよりもパッて打った方が成功率上がると思うので、やっていますので、ぜひ皆さんもやってほしいなと思います。ボレーボレーも、ショートランだとほぼ似てるんですけど、まず一つやっぱスプリットステップ、次はもっと相手が近くてテンポも速くなるので準備を早くしないといけないんで、パーンとボレーしたらしっかり相手のパーンって音に押して一回着地、この相手のパーンって音と自分がつくこの音をパーンと合わせるでボレーしていくっていうのは一つ一緒ですね。ショートランだとそれよりも速いので準備早くしてほしいなというのと、もう一個も一緒です。フォアとバックの比率でこうやって止まってえいえいってやるのは多分簡単なので、例えば全部このおへそに来たとして、さっきと一緒なんですけど左に動いてこれをフォアボレーにしてあげたり、右に動いてこうバックボレーにしてあげたり、しっかりフットワークがこう左右に動くように意識してほしいなと思います。さっきのフォアバック交互っていうわけではなくていいんですけど、できるだけこういう処理がないように、まとまってこうじゃなくて、ここに来たんだったらこういう感じで足をさばいて、ボレーボレーしてってほしいなっていうのは一つあります。ラスト1個が、足なんですけど、例えばここにボールが来た時にこうやって出すのとこうやって出すのだと次の戻りがね圧倒的に違くて、こうやって出してしまうとこうやって戻らないといけないんですけど、サイドステップでこういければすぐにね次に対応できるので、もっと速いボレーボレーに強くなりたかったり、試合の中でもねボレーボレー制したい人はやっぱりクローズで行くのをやめて、ここに来たボールをしっかりオープンでこのままパーンっていう取り方を覚えていってほしいなっていう、ちょっとジャンプしてサイドステップでパン戻るみたいな、あんまり相手にお尻を向けないように意識してほしいなと思います。3種目目ランダについてですけど、基本的に私赤間をランダが大嫌いでございます。ランダを要はラリーベースラインラリーを練習と捉える、それが嫌なんです。大人同士やったりとかする分にはいいんですけど、じゃあ練習しましょうって言った時にランダをしてしまうと、練習としてはかなりよろしくないなと思うんです。でそれが何でかっていうと、ちょっとね長い話になってだいぶ端折ると、試合の中で大会の中でどんな選手が勝っていくかっていうのを体と頭に分けて、それをさらに暑いと冷えてる寒いで分けた時に、体はどうで頭はどうで、どんな選手がやっぱ一番勝つかっていうと、体はやっぱりすごい温まってる、どんなボールでも走ってとるし、フットワークめっちゃいい選手はやっぱ勝ちます。じゃ頭はどうかっていうと、やっぱり冷静な方が配球もそうですし、その状況を踏まえて判断できると思うんです。じゃあ、一番勝てない選手っていうのは頭がもう熱くなってて体が冷えちゃう
つなんですけど、やっぱりランダしていくとやっぱ自分がいいボール打ちたいし楽しくなってきて、パンって打たれたのもパンって返すと楽しいんですけど、じゃあその状況っていうのは体も頭もホットになってるわけです。頭がだからもう要は動物と一緒です。何も考えずにラケット振る。でそんな選手がじゃあ勝てるかっていうと勝てないので、とはいえねやっぱ部活でもランダの時間は絶対あると思うので、その中で意識してほしいのはまあいろいろいっぱいねあると思うんですけど、まず一つはさっきもねショートランダの時に言ったんですけど、後ろ足のこうやって前足でこう回転していくボールと後ろ足で回転していくボールをしっかり打ち分けていくっていうものです。基本的に前に乗った時はオフェンスなので速い横目になるからね、速いシュートボールか中ロブで、後ろ足で打つのはバーンと深いボール、ちょっとここに来たボールに対して足をスッと引いてさらにこっちでこう回っていくディフェンスタイプなので、こっちだとロブとかあとは引いてパン横面で打つカウンター、この足の使い分けをしっかり意識してやってもらうとランダでもすごい練習になるかなと思います。相手がね、例えば皆さんこれを見た皆さんがじゃあ部活明日行きました、じゃこの情報を知っててやるのと片方はもう趣味ランダしてるのとやっぱりね同じ時間やっててもすごい差がバンバン開いていく、ましてや毎日やるってなるとそれはもうすごい差になると思うんで、まあ、僕が言ったこれだけじゃなくてね、例えばここに入ったらここに打つとか、相手の中でもフォアとバック交互に打ち分けるとか、いろいろあると思うんです。要は頭使ってやれば OK ってことです、趣味ランダにだけはならないようにしてほしいなと思います。でよくもう一個スクールでよくやってるのが 1,2,3 っていう順番でショットの種類を決めるんです。シュートボールとかロブとかスライスとかで、例えば僕が決めたシュートロブスライスだとしたら、その約束通りに1球目シュートボール、2球目ロビング、3球目スライス、4球目シュートボール、5球目ロブ、6球目スライス、常に頭の中で順番を考えながら頭を常に使いながら、それに応じた次シュートボール打つから前に行ってパンと打とうと、次ロビングだから後ろ足で準備しておこうと、そういう風になっていくので、まあ、趣味ランダするよりも、今の2つの練習法はとてもおすすめなのでぜひやってほしいなと思います。はい、後ろ足ロビング、後ろ足カウンター、前足乗ります、シュートボール、後ろ足、はい、ナイスロビング、前足、うわぁ前足、後ろ足、後ろ足、カウンター、前足、シュートボール、さあ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやすごくこうね細かなところまでスクールでしかも話してるようなところまで太っ腹ですねということでねはい、ということで今お話しした、大沢バディ株式会社、赤間さんが、大体仙台市界隈のあたりでスクール、やってますので、ぜひそちらの概要欄の方にねホームページにリンク貼っておきますので、そちらの方をぜひ見ていただけたらいいなというふうに思っております。また、我々もですね、宮城県の県北北の方でですねスクール授業をやっております。そちらの概要欄の方にも貼っておきますので合わせてよろしくお願いします。一緒に盛り上げていこうよ。そうですね、頑張りましょう。はい、でさらに皆さんに最後告知ですなんて最後告知です。はい、11月の30日、はい、第1回アクトオーサムソフトテニスオープン大会ということで、小学生から、一般の大人シニアの方まで、混ざってね混ざって大会を
開催することとなりました。これさ、ソフトテニス家族だってすごくね。孫、親、おじいちゃんが一チームでしたらすごいよ。そうですね。そんなチームあったらすごいわ。3世代チーム行くぞってなって。いや、面白いです。ぜひそちらの方も、詳細概要欄に載っけてありますので、ぜひご覧になってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガモでした。